こんばんは。今回はカルマ当たんなかったので、使われてみた感想とかを喋っていこうかなと思うんですけど、このキャラはね、なんか出る前はこのキャラで勝てるんじゃねとかこのキャラで勝てるんじゃねって言われてはいたんですけど、いざ出てみるとなんかどれもこれも倒せそうで、あ、強いなーっていう感じでした。なんかそのバイスとかティナみたいな、なんか破壊力ドッカーンみたいなタイプではないんですよ。なんかなんて言うんだろうな、防御性能とかもそんなないし、まあその弾取れないとそんなにうまく使えないかもしれないけど、ちゃんと相手の弾を取ることさえできればなんか粘り勝ちできるようなタイプのキャラかなと思いまして、まあなんと言ってもね、あのなんかあの SS 打った後の障害物ギミック、なんかそのエリアみたいなの出すんですけど、それが時間経過であの障害物ギミックになるんですよ。これこれこれで中にもし入ってたらその出れなくなるみたいな感じで、まあ、完全な障害物ギミックになってしまうので、これがかなり厄介だなと思いました。これ閉じ込められちゃうとさ、飛べるキャラ以外は基本的にもうなんか罪みたいな感じになってしまうので、そこが強いっていうのと、あとはベクトルショットがあるのでうまく前に出れないんですよ。なので、まあ、そういった点でかなりきついなと思いました。まあ、一応そのティナのスペシャルとかはあの奥振りとかしなければ多分オンザになったとしても決めることはできると思うんですけども、でも結構足が速いので多分追いつけると思うんですよね。なのでまあ、ちゃんとスペシャルさえ取れればティナもいけるんじゃないのかなと思いました。回んないしね、今は多分全然回ってるんだけど、なんか後半になればなるほど、あれかな、確かなんか増加量反転とか、なんかあとはなんか蓄積反転みたいなやつがつくので、ドリンクゲージとかで回んなくなっちゃうんですよね。そうなってくると、まあ、バリアループができなくなってしまうので、まあ、いずれ負けてしまうって感じかなと思います。ここまではねティナがいい感じに攻めてはいるんですけど、まあ、だん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 不利になっていくって感じかなと思います。はい、やっぱ、SS ゲージダメージ反転とかダメージ反転とかあったりするんですけど、まあ、ダメージ反転は多分最近のネロとか、あと対決するかあれするかとかいると思うんですけど、そこら辺があったりするんで、まあ、ダメージ関連も大丈夫だしってことで、まあそうですね、このキャラ明確に振りたい面ってあんまりないんじゃないかなと思います。なんかどのキャラに対してもなんか70点以上で戦えるみたいな、そんな感じの性能じゃないですかね。なのでなかなか強いなとは思いました。アナライズ状態が一定時間付与されるごとに相手のバグレベルが上昇という感じで、さっき喋った自動蓄積とかそこら辺の反転はこのバグレベルによって上がっていくんですけども、そうですね、当たんなきゃいけないのか。なのでまあ後半になればなるほどってのは合ってますね。なので前半良かったんだけど、ね、あとは枯れるんすよね。結構カルマダメージが大きいのかな。なので意外と枯れちゃうので、まあ対ティナ性能は割とあるんじゃないのかなと思います。ただ今みたいにオンザ以外に関してはエリアが取ってくんないので、そこだけは注意かなとは思うんですけども、弾さえちゃんと取れればまあ倒せるようなキャラにはなってるのかなと思います。ジョージからね、無効系結構持ってますからね、ダイレクト無効、凍結無効、スロー無効、打球硬直無効みたいな感じでめっちゃ持ってるし、まあ見切りとか千里眼持ってるしって感じで、だいぶ粘りやすいキャラにはなってます。なので今みたいのもちゃんと取ってまあ行くって感じ。ちょっとスタミナがないなスタミナがないのでそこをまあやられてしまうと、そういったところもあるのでなかなか厳しいところがありますということで、そうですね、ネロと、このキャラ、このカルマどっちがきついかって言われたら多分カルマかなネロはなんだかんだゴリ押せるシーンは割と多かったんですよね。なのでまあ普通にティナで前回大会やってたんですけど、まあ、本格的にこのキャラはちょっときついような気はしなくもない。まあ、相手がそのスペシャルを取れない人であればそのオンザスペシャルで決めることは全然できたんですけど、まあ、こんな感じでちゃんと取ってくる人であれば結構きついような気はしましたね。まあ別にそれは他のキャラでもそうなんだけどね、他のキャラでまあエルエンマとかでもそうなんだけども、ちゃんと取ってくるカルマはちょっとこっち回んなくなっちゃうので、まあ、より一層きついなっていう感じですね。まあエルエンマとかよりもより一層きついかもしれないですね。全然回んないんでそこの点できつい。ここも閉じ込められてますからね。いやなかなかきついと。はい、ここでドリンク取り行きたいけど出れません。閉じ込められるの強いな。で、そっち行けずにダメという感じで、そうですね、対ティナ性能は割とあるなぁと思いました。はい。で、次にアイシャを使ってみました。なんかその自分のグループの中でアイシャ行けるんじゃねって言ってたので、アイシャ一応使ってみたんですけども、アイシャね、ここまで、まあ、これと言っていい活躍があんまりなかったんですよね。まあ、ティナも頑張れなくはないけど、まあ、正直今となってはネロとかの方がいいし、
まあぶっちゃけあんまり入れるメリットがなかったんですけど、もしこれで勝てればね、入れるメリットがあるなっていうところではあるんですが、そうだな、まあ、この対面やってみた感想としては、まあ、あのギミック、あの重力ギミックが一応通るので、カルマに対してそこの点はいいなとは思ったんですけども、いかんせんやっぱこのギミック、障害物ギミックに囲まれてその隙にやられるってことがあったので、完全有利ってわけではないけど、ただまあこの飛ばすやつは強いし、あとは遅くもしてくれるんで、そこの点もまあ安心して粘れるのはいいところかなと思いましたが、ただこれといって、どうなんだろうなまあ重力ギミックとかがある影響で後ろ抜きにくいんですけど、まあ、そういったところで、まあ、アナザーアクションをしてあげるといいのかなっていうところで、この辺で見せれるかな、アナザーアクションをして抜いていくって感じの仕方をすれば、まあ、倒せなくはないけども、まあこれも粘り勝負かな。やっぱアスラだけとか持ってるとそこら辺も警戒する必要があるので、そこもちゃんと警戒しながらっていうところではありますが、まあ他のキャラよりはわりかし、やれなくはないのかなぐらいですかね。別に有利ってわけでもないような気はしなくもないけども、ここは強烈なアウト。まあ粘り勝ちでいけなくはないなとは思いましたが、まあどんどん反転していくんで、そこら辺がまあどうなるかって感じですね。増加量とかもどんどん反転していくんで、もう全然回んなくなったりもしますし、そこら辺がまあどうなるかって感じ。やっぱ増加量反転って強いと思うんですよね。最近の環境キャラって大体増加量持ってると思うし、そうですね、自動蓄積系もスキル1とかにつける人多いと思うんですけど、それが反転してしまうので、そこら辺がきついなっていうところではありますね。はい、ここも箱があっていけませんという感じで、これ強いんだよな、物理的にいけなくなっちゃうから、そこが非常に強いという感じで、ロブ上げてベクトル、はい、ここでスマッシュを打って、はい、ここも今閉じ込められてます。早く出ないと、まあ、ダメと、まあいい、まあ、その自動的にその次のところに移ってくれるので、まあ、ずっと閉じ込められるってわけではないんですけど、まあ、一定時間閉じ込められるので、そこだけは注意かな。あと定番とこの障害物ギミックの相性もいいので、そこら辺もなかなか強いなっていう感じではあるんですが、全然 SS 回んないもんな。ここで、はい、スマッシュ決まらず、遅くなるからその間に時間も稼がれるか。はい、ここでスマッシュができず、ここでスマッシュだから決まらず SS が飛んでくるという感じで、こっちとしてもどんどんきつくなっていく感じかな。やっぱ増加量反転は強いよな、全然回んないもんな。はい、ここねギミックに入れて、まあベクトルとかの速度も下げていくって感じですが、アスラでやられていくこれでほとんど負けてんだよなこれさえ気をつけてれば、まあ、割かし粘れるような気はするけど、まあ、自利品なような気はしなくもないっていう感じで、最後は赤脳ですね。なんかその実装前とか割かし赤脳でいけるんじゃねみたいなコメントがあったので行ってみたんですけど、赤脳はね、なんとも言えないかな、いけそうではあるけど、まあ、増加量反転とかあるし、あとはエリア反転みたいなやつありませんでしたっけ。なのでそこら辺とかもなかなか強そうな感じがしますが、あ、エリア反転はしないか、増加量反転か、増加量反転があるんで、まあ、そこら辺でまあどうなるかっていう感じではあるんですが、そうですね、ここもちゃんと取って、で SS の打ちたいと、障害物がやっぱ強いね。はい、ここで腹パンしてしまう、ここがちょっとねあれなんですけども、はい、ちゃんとこれ打って、はい、 SS を打ちたいところ、ここで打って、はい、巨人になると、まあ、巨人な分他のキャラよりはまあ粘れるのかもしれないですが、ただ粘れるってだけでどうだな、なんか赤の王だったらやっぱさ、ガンガン前に出たいじゃないですか。ただ前に出てしまうとロブのベクトルが取れないんですよね。なんかその中衛よりもちょっと後ろぐらいじゃないとなんか取れないんですよ、なんか、位置的にちょっと前ぐらいだとね取れなくて、そこでこんな感じじゃダメなので、ちょっと下がる必要はあるのが、まあ、注意かなっていうところではあるんですが、まあ、ちょっと後ろの方だったらラケブンさえしてれば多分取れるとは思いますので、まあ、ちゃんと取ってっていう感じですかね。飛炎で、じゃあここループしてないですね。ここはちゃんと耐える必要がありますと。ちょっとここきついな、ベクトル。ただまあでもそうだな、まあその妨害性能は高いんだけど、カルマ自身の得点性能はそんなに高くないかもしれないですね。なのでそこをどう突かれるかって感じなんですが、ここは先回りしてボレーでやられてしまいましたと、まあ、ここはしょうがないんですが、ここからまあどうやっていくかって感じなんですが、まあ、赤からしても前出たいんだけど、まあロブが怖いかなっていうところですかね。ガンガン前出たいんだけど、そこがちょっと怖い。まあ本当にガン詰めしてると取れないので、そこが大変かな。あとは
障害物で出れなくされちゃうので、まあ、その出れなくされてる最中に後ろとか狙われると、まあ、取れないっていうシーンも割とあったので、そこら辺が注意かなっていうところではあるんですが、まあ、他のキャラよりは、まあ、粘れはするがっていう感じかな。アナザーアクションがあるおかげでね、その、まあ、仮に SS が回らなくても、一応いけたりするシーンもあるので、まあ、そこの点はいいんですけども、はい、ちょっとここきついかな。閉じ込められちゃうとね、どっちに打ってくるかが、よって、まあ、きついとかはあるんですが、ちょっとね、で、ここで、はい、SS を打ちます。ここでアナザーアクションになります。まあ、前から SS 打ったりとか、まあ、ボレーガンガンすることができるなら、まあ、防御性能は波なので、まあ、いけるとは思うんですけど、そうですね、まあ、前に出させてくれないってのがきついかな。ロブレンとかされるとちょっとしんどいかもしれないですね。で、今の打ち方がちょっと下手。今ので決めらんないとちょっときついかな。後ろ、今の打ち方よりは前に出て打った方が絶対強いから、ちょっと打ち方ミスっちゃいましたが、ちょっとね、こっちからあんまり攻めらんないって感じかな。この障害物あると前に物理的に行けないとかもありますんで、やっぱこの障害物が非常に邪魔だなとは思いましたね。はい。ちゃんと取って、はい。ここで SS をどっかで打ちたいんだけどもっていう感じではあるんですが、ここでちょっと飛びついちゃって、ただ硬直無効があるからそこは大丈夫。はい、ここで SS 打ってたら決まらず、やっぱ前に出て打たないとなかなか厳しいところはあるよな。はい。ちゃんと取って、はい、取って、まあ、スマッシュで決めていく。スマッシュが、まあ、いいところに打てればって感じはあるんですが、ただ、後ろから打たされるから、その点はちょっとあれかもしれないですけども、はい。これちゃんと巨人になって、飛炎がちょっとね、今打ち方下手でしたね。もうちょっとやっぱ前出てからの方が決まりやすいかな。はい、ここで取って、まあ自分、最近は赤のを使ってないからあれなんですけど、ここちょっと閉じ込められてますね。閉じ込められて、で、そこを狙われると。そっち側取れなかったからな。もうちょっと見やすく取れるかもしれないけど、こんな感じと。はい、ということで使われてきましたが、まあ、カルマはなんだかんだ強いんじゃないかなと思います。ティナがね、今までゴリ押しできてきたんですけど、まあ、それをちゃんと止めに来たっていう感じの性能かなと思います。ただ、ティナ止めると同時に他のキャラも一緒に目立ってるような気がするので、このキャラの対策が誰になるかっていう感じではあるんですが、まあ、現状ではやっぱ、スターストームとかにはなるのかな。見た感じストーム効とかはなさそうなんで、まあ、ストームとかになるのかなって感じです。はい、という感じで、まあ、良ければコメントとかいただけたらなと思います。ということで、ありがとうございました。お疲れ様です。